橋本ホビーへようこそ。今回はこれ、冬にね買ってきたお勤め品のね多肉植物なんですけれども、これのね挿し目していこうかなと思います。こんな風にねもう自重に耐えられなくなってきちゃってるので、そろそろね挿し目していこうかなという感じです。で、最初ね植え替える時に葉挿ししておいたんですけど、このように小株出てますね。これも出てます。これはね最近ポロポロ落ちたっていうか、ちょっとね取れちゃったんで、触った時に最近ね置いたので出てませんけど、これは出てないね。まあとりあえずね挿し目していこうかなと思います。まずはこれ、シュウレイ。挿し目する前に消毒液ね、ハサミはね自分はいつも洗ってます。中性洗剤、台所洗剤で洗ってあるんだけど消毒、ピンセットも消毒、カッターナイフ、カッターナイフも消毒。どこで切ろうか、葉っぱね残したいんでこの辺で切っちゃう。もしかしたら小株がね吹いてくるかもしれないので、で、よいしょ、よいしょ、葉挿し取れた。どうしようか、これぐらいで刺しちゃうか、もう一つぐらい取るか。よいしょ、よいしょ、 OK、 取れた。これぐらいで刺しちゃおうかなと思うんだけど、ちょっとね茎曲がっちゃってるけど、まあ少しねカットします。ハサミでね切ったところだと切り口がねあまりスパッと切れてないと思うので、そしたらどの辺に植えようか。この辺をちょっとのかして、よいしょよいしょと掘ってあげて、ブスッと。でこれねやり方はいろいろあって、しばらく時間を置いて乾かす人だったり、すぐ水あげちゃう人だったり、いろいろあるんですけど、土もこれは無機質の用土なんだけど有機質に植える人もいます。よいしょよいしょ、軽くね消毒。まあ大丈夫だけどね、ここにある個体はまあ異常個体がないし、屋内保管なので一回一回しなくても大丈夫だけど、まあ念には念をって感じ。パツン、これもまた葉挿しだね。で葉挿しを取るときはあんまり激しくやんない方がいいと思う。ここがね細胞が成長点がねないと出てこないので、優しくねプチッと取ってあげる。もう一個ぐらいいこうか。で、そうだそうだ、まあ自分もね素人なのでそんなにね詳しいわけではないんですが、何基準でねこの葉っぱ取ってますかっていうと、なんと見た目だけです。本当で言えば成長のことを考えれば、たくさん葉っぱがある方がいいと思う。うん。だけど、間延びしちゃってたり、片方ばっかり葉っぱがあって片方落ちちゃってるとか、そういう状況だと、あんまりね、よろしくないというか、見た目がね、悪くなっちゃうので、品種言うの忘れてたね。月下美人。で、自分ね、多肉始めて1年ぐらいなので、まだまだ、どれがね葉挿しでき、葉挿しとか挿し目できるっていうの知らないので適当です。まあ一応はね調べながらやってるんだけど、そこまでねめちゃめちゃベテランっていうわけじゃないので、そこはね誤解しないでほしいんですけど。で OK。で自分はこの後の管理なんだけど、水は与えません。どれぐらいだろうか、10日から2週間とか。水を与えずに管理をしていきます。でどうしても水分がね与えたいよっていう場合には、この小株なんかねとかだったら、ちょろっとねその周辺にだけ水をかけてあげるとかでもいいし、あとは底面給水じゃないけど、まあ底面給水みたいな感じで鉢皿に水をちょっと溜めてチャポンとつけてすぐあげてあげる。そしたら底面だけ濡れるじゃない。そういう方法でもいいかなと思います。そしたら消毒。
で、これは、そんなにね、大きくなってないので、刺し目はね、今回しません。で、こっち、この辺かなぁ。えい、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 よき。で、どこに刺そうか、この辺にしようか。今葉っぱに刺さっちゃったな、親株の葉っぱに。まあいいや。でこんな感じ。そしたら刺し目を、葉刺しか、葉刺しをブスッと。葉刺しは自分がやってる方法はもともとこう葉っぱの裏表ね、上向いてた面というか表面を上ちゃんとね、でこう土にちょっと穴開けてブスッと。そんなにね、深く差し込むというよりは多少ね固定のために差し込む程度。これもねやり方人それぞれでいろいろあると思うんだけれども、で今回ね自分はちょっと親株のね周りにやってます。これはまあめんどくさいからです。本当で言ったら別にね連結ポットみたいな、そういうものを使ったりセルトレイ使ったりとか、そうじゃなくても普通のポットに土を入れてそこに差し目だけを差していくとかってした方がいいのはいいと思うんだけど、まあ、今回はねこんな感じでやってみました。で、日付書いとかないとね、今日何日だ、28か。まあこんな感じでねざっくりメモ書いて、日付とね刺し目したよっていうのを書いて貼っておきます。で自分はもうこれはこの塊のまま動かさないので、このトレイごと動かしてるので1個しか貼りませんが、ポットごとね管理してる人はポット全部にね貼った方がいいかなと思います。この後の管理なんだけど、自分はねこのまま水をあげずに、さっきも言ったか、10日から2週間ほど放置をします。でそれからねだんだん水をね与えていってという形にねしようかなと思っています。でもちろんその間肥料とかっていうのも与えません。でこのクロウサギ何もしてない分には水もあげるし、まあ、肥料ももしかしたらあげるかもしれない、わかんないけどねまだその辺は。でももう暖かくなってきたので肥料はいいのかなと思ってます。妙にね成長されても困るので、肥料はねそろそろもう与えずにね水だけにしていこうかなとは思っています。で一緒にね小株が出てるところがあるので、小株なんかはどうしても水与えたいなっていう時なんかはスポイトとかでね水を取ってここにねちょっとあげれば、無機系のね用土なので幸いね全体にじわっと広がることはなくて、その水をかけた部分だけ水を含ませることができるので、まあそういう感じでねやっていこうかなと思います。で水ね与えなくて大丈夫って思う方もいらっしゃると思うんですけど、これ植物なので当然ね自分で水分持ってるんですよね。その群れを使うっていう方法なんだと思います。植物の群れを使ってそのちょっとした水分で根を動かすっていうね方法なのかなと思っています。それ以上に水がねべちゃべちゃにあると逆にね水分過多で腐っちゃったりとかするのでっていうことなのかなと思ってます。でそうだそうだ、水分ねいつ与えたっていうと、今日が当日でしょ、昨日が1日前2日前3日前ぐらいかなに水あげてるかなと思います。刺し目する前はね自分はね水あげちゃってます。土をね乾いた状態で刺したいので3日ぐらい開けて刺してるって感じですね。で今回ね植えた用土なんですけれど、まあ親株のね近くに植えてるんですが、下の方にね、ボラ土の中流かな、まあ、ちょっと大きいのが入ってて、上の方に使ってる用土の部分はボラ土の細粒と鹿沼土か、鹿沼土を1対1で混ぜたものになっていますって感じかな。ということでね今回はこの辺にしてね終わりにしようかなと思います。この動画面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね3点していただけるととっても嬉しいです。コメントの方もね気軽に書いていただけるととっても嬉しいです。 Twitter インスタもね始めてますので、気軽にね声をかけてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。